ただいま大井川に架かる富士見橋に来ています。この道は155線です。富士山もよく見えてますね。川根の山もよく見えてます。これから、御前崎に向かって走っていきますけど、まあ前回ライブ撮影したんですけどね、まだ撮ってないところがあれば、撮影していきたいと思います。昨日まで大雨が結構夜続いたんで、だいぶ水量も増えて、もう荒れ狂ってますけどね、大井川は。それじゃあ行きたいと思います。山の方に、あっちは灰原の方ですね。虹がちょっと出てます。ここのとこよく虹見ますよね。そういえば前行った、道の駅富士から見た虹が綺麗でしたけどね。まあこんな感じですね。もう暴れ川になっちゃってますね、大井川は。あっちの橋は大平橋で、もうその向こうが河口になります。富士見橋を渡って太平洋岸自転車道に入りました。ここも静岡鉄道水沿線の線路跡ですね。だからあれですかね、富士見橋のすぐ横あたりに、鉄道の橋がかかってたんですかね、昔は。確かそうだったんですよね。まあ大井川に橋かけるってのは大変なことですからね。たった30年で廃線になっちゃったっていうのはもったいない話ですけどね。まあ車社会になったんで、もう必要はないですよね、やっぱり京弁鉄道なんか。もうすぐそこが、北オアシスパークになります。時々おじさん雑談とかも覗いてみるんですけどね、まあ正直絵面が気持ち悪いっていうのも顔出しは結構なんですけどね。どういう人がああいう動画見てるのかなと思いますけどね。もし暇な人はおじさん雑談で検索してみてください。これ坂口谷川ですかね、確か。読み仮名が振ってないもんで分かんないんですけどね、読み方が合ってるのかどうか。ここで150号を渡って、海の方へどんどん行きます。ちょうど信号があったんだ。大丈夫かな。ここはカインズですね。まあこの通りずっと大雨続いてたんで、
もう汚いですね、土木川ですね。何日か前に、山本二蔵さんが亡くなられたっていうニュースを、ヤフーで見ましたけど、二蔵雲っていうのはよく以前、まあだいぶ昔の YouTube で、よく流行ってましたね。二蔵雲撮ってアップしてる人がたくさんいましたよね。でももういっぱい残ってるんじゃないですかね、検索すれば。私も 2,3 日前にショート動画で二蔵雲、蓬莱橋から撮影したのをアップしましたけどね。山本二蔵さん、イラストレーターになるんですかね、アニメーターっていうより。あのルパン三世のカリオストロの城の背景画を描かれてたそうですね。まああと天空の城ラピュタでは美術監督までやられてるんで、最近だともう最後になるのかな、天気の子の、何を担当したのか分かんないですけど、背景かな。この天気の子で雲の背景が多分二蔵さんのやつだと思うんですけどね、特徴的なんで。私もアニオタじゃないもんでアニメのことも全然わかんないんですけどね、ゲームのこともわかんないし。映画のことも、洋画のことはまだちょっとわかるんですけどね。でもアニメでもやっぱあの青い空と白い雲が印象的なのは記憶によく残ってますよね。例えば宮崎高畑コンビのあのアルプスの少女ハイジですよね。もうあの路線ですよね。あの宮崎駿なんかあの後風の谷のナウシカとかね、非常に空っていうものを描いてますよね。ああいう雲の上行ったらどういう感じなんだろうなと思いますよ。あと雲で印象的な映画っていうとあれですよね、クリント・イーストウッドのファイアーフォックスですよね。いい空撮ですよねあれ。特撮も全然悪くなかったですよあれ。まあ、CG でやりゃ本当もっと綺麗にできるんでしょうけどね、あのトップガンマーヴェリックみたいに。でもあれはあれでよくできてましたよ。まあソ連の駆逐艦とかの描写がやっぱ甘かったですけどね。どう見てもソビエト海軍には見えないですね、あの船は。巡洋艦リガでしたかね、確か名前が。
そういや8月今日がソビエト連邦崩壊でしたよね。1991年の8月25日。ああいうことが起きるなんて誰も想像だにしなかったですからね。何起こっても不思議じゃないですよね。ロシアが本当に核のボタンを押すんじゃないかっていう、まあ自暴自棄になって何をするか分かんないですからね。でも最終的に発射命令を出すのはあのブラックボックスですよね。大統領が発射命令を出す、黒い箱ですよね。あれで結局すぐ発射されるわけじゃないんですよね。あくまで発射コードが各ミサイル基地に送られて、まあ実行するのはやっぱ人間なんですよね。そういう描写はあの映画のウォーゲームに描かれてますけどね、冒頭で詳しく。静波海岸に到着しました。シラスの船に出てますね。まあ、金曜日なんでサーファーもそんないないですね。御前崎のクレーンが見えてます。相良海岸もすぐそこですね。今日は全然波ないですね。時間が早いのかな。昨日の夕方あたりはだいぶ涼しかったんで、秋空だったんですけどね、雲が高いところを、ハケでついたようなあれですよね。雲に出ますよね。この時間まだ結構涼しい方なんですけどね、今日は。まあでも空は夏空になってますよね。まああっちこっち積雲が出てますもん。ああ、海水浴場やってるんですか。え、もう終わった。サーフィンやってるけど。サーフィンはやってるけど、海水浴場はもう終わっちゃったもん。うん。